クルマシダアスプリーニアムライティは、茶線シダ科のシダ植物。この類では大きくなる型で、厚手のツヤツヤシータンウジョウの葉をつける。常緑性の多年生双本。根茎は短くて直立し、輪ペンをつける。輪ペンは、アンカシ色で、格子状をなし、三角状皮心型から線形で、長さ5から7ミリメートル、幅1から1.2ミリメートル、円に毛がある。 葉を束状に出し、傭兵は長さ15から25センチメートル、全体に緑色だが、褐色や紫を帯びることもある。また輪片がついており、表側には溝がある。傭身はタム状服用くように避け、全体としては高皮心型で、長さ30から80センチメートル、幅は15から25センチメートル。右辺は、彩花のものが最も大きく、上に向かって、 順次小さくなってゆく、先端もそのまま続き、頂き右辺として区別できるものはない。端質は厚いが柔らかく、全体に能力色で、表面は滑らかで艶がある。右辺は10から20ついあり、個々の右辺は非新型で、先端が葉の先端向きに曲がった釜型をしている。長さは7から1 7トル、幅は1から2トル、時に3トル。 先端は尖っており、円には、巨子が並び、基部は、葉の先端側に、耳状に尖る。また、下方の右辺には短い柄がある。葉脈は1から2回差状に分岐する。胞子の群は、線形で右辺の軸近くからほとんど円まで達する。包み膜は、長さ1.5センチメートルまで、円に、線毛状の突起が並ぶ。和名は車枝の意味で、葉が株から、 車輪のように出ることによる。別名に、クリューシダがあり、これは、和歌山県小座町の沿岸にある、急流島で、明治10年に採集されたことにちなむという。ちなみに、島の名の読みは、実は、黒島である。なお、和名の由来である、葉が車輪場というのは、見た目にはそぐわないとの表もある。本州の伊豆から、東海伊勢四国、九州、 琉球列島、それに、伊豆諸島の三倉島に分布する。国外では、朝鮮、中国、台湾、インドシナとフィリピンからも知られる。森林内の比較的湿ったところに生え、地上化、時に岩の上に生育する。斜面に出ることが多い。この種が生育するのは、シダ類の生育には、公的な環境であり、本種が出現する谷には、 シダ探索の優れたポイントであることが多い。日本に茶泉シダ属のものは39種あるが、その中では本種は大きい方に属し、同程度のものは大谷渡り類くらいしかない。タム上複用のものでは、牧野シダ A ローレシアムや無人シダ A パリダンなどがあるが、いずれも本種ほど大きくならず、右辺の数も少ない。本種とよく似たものに、 早やましシコキアナムがある。全体によく似ているが、葉はより細かく裂け、右上に列する。マキノはこれを本種の足と判断し、バリエーション、シコキアナムマキノと命名したが、現在ではこれは本種と、高崎ざきだとの雑誌であるとされている。この二種は雑誌を作りやすいらしく、静岡県から奄美大島まで、両種が共存する地域ではあちこちで報告がある。 この名の方は、半山田の意味で、高知県高岡郡半山村で発見されたことによる。タム状を吹くようで、細長い右辺の大きくなる田には、ヤブソ鉄類やキジノシダかなど多くのものがある。それらの多くは、法子能群の形が、本種のように細長く伸びるものとは大きく異なるので、判別はたやすい。ただ、その点でも似ているのが、 岩ン高のノコギリシダディプラジームウィチュアリーやミヤマノコギリシダディーメティンオンネムとその一群のもので外形や右辺の形も似ておりそれにやはり細長い胞子農群を並べてつけるただしこれらの種は根茎が長く横に這うまた本種の方が葉の質が厚手で緑が濃いもっともこれらはとかが違うので系統は遠いがその点での区別は 外見では難しい。ほとんどない。三つ田は本種を干渉価値が高いものと認め、もっと栽培されて良い種と述べているが、この時代と現在も状況は変わらないようだ。以下、記載は、種として、岩月編、P144 巻の、P46 池畑 P61 岩月編、P144 三つ田、P85 巻の、P46 村上。 P41 マキの、P46 ミツタ、P85 ミツタ、P85 最もミツタは、野生舌の栽培を是認する立場から書かれており、その点、それ以降の野生植物への対応傾向とは、趣きが異なる面がある。ありがとうございます。